in everything that must be done. You can find it far. You find it far. It's not a man to talk to me. My stuff we check a block. Still today, I have decided to enjoy all my own life. What are you doing for blood? Would you like to have a chat to be done?ママテレ始まりました。今週もよろしくお願いします。お願いします。まあもう雨も多い時期ですし、うん、まあ、いろんなストレスがね溜まりがちな時期ですよね。もう連休明けからずっとストレスだわっていう方もいらっしゃるかもしれないし、疲れも、ね、疲れがね、まあ疲れが取れない、取れないですよ。誰か取りに来てくれないかなと思うぐらいですか、疲れを、ね、ちょっとお手伝い して差し上げましょうか。今日このママテレを見た方には、榎田さんも梅ちゃんも含めて、うん、ちょっとでもストレスを軽く、もしくはストレスをこう受けるんだけれども、そこを心穏やかに過ごす方法を何かご提案できたらなと思っております。転換するとか、うんうんうん、ちょっと気持ちを切り替えるみたいな。そうですそうです、うん、で、まあ、皆さんいろんな形でモチベーションを上げたりストレスを、ね、こう解消してると思うんですけれども、うん、街中の皆さん、宮崎の皆さんはどんなモチベーション、うん、自分の気分の上げ方をなさってるのか、うんうん、私ちょっと街で聞いてきましたので早速ご覧ください。はい、まず、毎日何か新しいアイデアを考える。例えば私たち会社を2人で経営してるんですけれども、それの新しいアイデアを考えることで5週間にしています。続いて、おビデオゲーム、これはケビンの習慣なんですけど、ビデオゲームをすることで一旦気持ちをリセットさせて新しく仕事に臨むために、まあ、気持ちのリセットとしてビデオゲームをしています。ミシンを踏む。おミシンを踏むというのはお仕事ですか？そうですね、まあ、もともと好きでもうちょっと仕事に今なっちゃってるんですけど、なんかミシンを踏むとストレス発散になります。続いて走るとありますけれども、はい、こちらはすがすがしい感じっていうか、なんかその乗り越え、きついのを乗り越えるっていうのも、なんかほら達成感みたいなのもあるし、はい、おしまいの海外に行くっていうのは、はい、やっぱりこう違う土地に行ってちょっと普段のこのね日常とかをリセットできるみたいな感覚になります。音楽を聴く。はい、どんな音楽聴かれるんですか？アイドル系あややまさん、私も大好きです。二つ目は何ですか？仕事にはマイコーヒーを、自分の、気に入ってるタンブラーがあるんで、それに、まあ、インスタントなんですけど、インスタントコーヒーを作って、まあ、その日の気温に合わせてコーヒーを冷ためにするのか、温めにするのか、冷めにするのか、いつもこう机の横に置いてるんで、なんか相棒のような安心感があります。へー、皆さんいろいろ持ってらっしゃいます ね、それぞれ。なんかこれと思うのありましたか？いや、なんかお気に入りのタンブラーとか、なんかマイルールみたいなものが結局自分をリセットしてくれるんだなっていうのは聞いていて勉強になりました。榎田さんも会社の机の上にあったりしますよね、子供の写真をね、置いてたりしますよね、はい、辛い時はその写真を見ながら、ママ頑張るねみたいな。いや、あげる一つのポイントですよね。梅ちゃんはいかがでしたか、ご覧になって。私なんか香りが好きなんで、ディフューザーはすごいこだわるなっていうの。ちょっとこう安定しないときは香りを嗅ぎますね。あ、私も好き、ね、香り好き、ね、結構香水的なものはなんか日によって変えたりとかしながら、頑張るぞの日はちょっとこうアドレナリンが出るようなものにしたりとか。いいですね、いやもう本当スタジオの皆さんもそうですし、はい、宮崎の皆さんもいろんな形で受けるストレスを少しでも和らげる工夫をなさっていました。さあ CM の後はこのストレスまだまだ和らげるために専門家にお話を伺います。